章は東アジアの記名楽器である。窒管を使った縦吹きノンリードのフルートであり、単管のものとパンパイプ型の二種があり、八音ではいずれも竹に属する。銅章の歌口。演奏時は穴を上に向け、上唇は穴を覆わない。壮大以降、銅章と一般に呼ばれる。長さ80センチメートルほどで、兵庫公、裏1公がある。 多くは竹製だが、玉や磁器で作られたものもある。歌口は、冠壁の外側を削る尺八と異なり、冠壁の内側を斜めにえぐっており、えぐり方も小さい。下端の後ろ側には2から4個のデオン鋼が付けられている。元は、寛大に、と呼ばれた、京笛、すなわち冠縮、四川地方の少数民族が使っていた3から4、鋼の足笛が東に伝わったものと言われる。 全一世紀に京府佐が背面に一孔を加えて五孔とした。新潮の科学用の銅床は長さ 54cm、兵庫孔、裏一孔となっている。中国では今日でも独奏、合奏、歌唱伴奏、地方儀曲や語り物音楽の伴奏などで銅床は広く使われており、現在の種類としては次の三種が挙げられる。府県の南極では、 尺八のように太い、長さ56センチメートルほどの竹製の銅章が使われる。単章という短いタイプも存在する。これは、長さ42センチメートル、前に4項、5に1項あり、合学及び室内学などの省楽でも使われる。日本の小僧院に伝わる、画学尺八も銅章の一種である。なお、金星日本の一節切れや吹け尺八を銅章と呼ぶ。 こともあるが、楽器としては別物である。銅章は、高麗時代に、朝鮮へ伝わり、雅楽、民間にいずれでも用いられる。やはり兵庫校、裏一孔だが、信仰をつけて、そこに畜子を貼り、痺れた音色を出すようにしたものもある。木体を使ったパンパイプ型の章の例。東大以前は、単に章といった場合はパンパイプ型を指した。金、現代以降は、廃章。 また、秋代以降は、大鳥賞とも呼ばれる。長短の実患10から24本を、長さ順あるいは、左右対称となるよう平らに並べて、機体で押さえるか、大鳥翼をかたどった木枠に入れる。中国に古くから存在した楽器と考えられ、伝説上は、春帝あるいは、不次ぎの作とされる。3世紀から8世紀の西域の雨帝や記事の壁画に、 異なる長さの管を並べたパンパイプ型の章が描かれているものの、多くの西域楽器の起源となっているインドやイランにパンパイプ型楽器があった証拠はないため、実際の起源は不明である。インダイの甲骨文中に、すでにパンパイプ型の章の前身と思われる記述が見られ、死境にもその名が見られる。最古の遺物は、湖北省随県総高一坪から発掘された。 紀元前433年頃のものである。関代の自画によると、当時は大型の弦と小型の孔の2種類があった。また同じく関代には、海間タイプと閉間タイプの2種類があったが、前者はやがて使われなくなった。カナンではパンパイプ型の小を吹く道具が発掘されており、関代にはかなり普及していたことが伺える。関大の古水学における、 主要楽器だったと考えられる。陸長、随東大には、勘は同長にし、中に詰め物をして、音律を調整したものが見られる。後代のものは、中央部分の勘長を短く、両端の勘長を長くして、大鳥翼系の枠に収めている。随東大の宮廷で演じられた十武器、二武器の最域系学部では、小も最域系のものが使われた。 十武器のうち新規にはほぼ半音階に調律した十八巻の章が、記事記には七音,音階三オクターブ二十一巻の章が使われた。歌章というものが尿水部に用いられている。宋の陳陽が表した学書には次のような各種の章が見られる。日本には奈良時代に中国から陶楽の楽器として伝わった。章宗院には 甘化粧と称するパンパイプ型の賞が伝わり、それには詰め物で調律した跡が見られる。この甘化粧は明治期に誤った修理を受けてしまったため、2つに分かれていたが、2019年に酵素で接着剤の二皮を溶かして缶を分離し、分かれていた2つが組み合わせられた。朝鮮には12世紀初め頃に伝わり、雅学器として使われた。ありがとうございます。